トンの時代、光の神ブラフマンと闇の神ルシファーの長きにわたる戦いによって、世界は天界、人間界、魔界に分断された。激しい戦いにより魔王ルシファーはその力を失ったため、次の魔王を選ぶ儀式、魔王争奪戦を行い、二代目魔王を選抜する。魔王争奪戦に勝利した二代目魔王ルシフェロは強大な力で約500年間もの間魔界を統治するも、突然引退を宣言した。そして21世紀、人間界を舞台に新しい魔王を選ぶ第二次魔王争奪戦が行われることになった。魔王になるための条件はただ一つ、人間の魂から生まれる使い魔チャイルドを集め、最も強力な軍団を作ること。平和だった人間界は誰も気がつかないうちに新たな魔王を選抜する悪魔たちの戦場となってしまうのであった。ご主人様、ご主人様、しっかりしてください。ご主人様、大丈夫ですか？しっかりしてください。早くここから逃げないと。モナの言う通りです。急ぎましょう。早くご指示を。今です。攻撃を。弱者にとっては地獄だけどね。